リムサウルスは、歯のない装飾性の獣脚類恐竜の属の一つである。化石は、中国西部、ジュンガルボンにある、石地高層のジュラ形状部の地層から発見されている。リムサウルスが発見されたことで、この時代アジアと他の、大陸との間の接続があり、以前は、トゥルガイ海によって妨げられていたと考えられて、大陸間の動物性移動が可能であったことが、示唆された。タイプ種は、 エルイネクストリカバリスで、種証明は、脱出不可能なという意味である。人との大きさ比較タイプ種であり、現在のところ唯一の種である。エルイネクストリカバリスは2009年に、女性、J.M. クラーク、J.Mo, j ジョイニエレ、キャサリン・ホースター、G.M. エリクソン、D.W.E. ホネ、C. サリバン、D.A.E. バース、s ネスビット、9条、R. ヘルナンデス、c k ジャー。 カイエル・ハン・ンワイゴーにネイチャー誌において記載された。現在のところ近接して発見されたニコタ体のア亜タイの標本が知られている。ホロタイプはほぼ完全な関節した骨格であり、もう一方のアイボップ V15924 は完全に近い関節した骨格であるが頭部を書いている。アイボップ V15924 は ホロタイプよりも15%ほど大きい。また、この種の可能性のある、第3の標本として、アイボップ V16134 がある。骨の融合具合から判断して、いずれの標本も和タイのものである。骨の成長線から推定では、アイボップ V15924 の死亡時、年齢は6歳である。小型で華奢な恐竜であり、全長は、 1> 約1.7メートルであった。東アジアで最初に発見された明確なケラトサウルス類であり、また発見されている中では最古のケラトサウルス類でもある。リムサウルスの発見によりアジアの恐竜症がジュラギの中期から後期にかけて以前に考えられていたほどには固有化していなかったことが分かり、この時代にアジアと他の大陸との間での接続あったことが示唆される。 リムサウルスの骨格図リムサウルスは、キブケラトサウルス類であり、コエロフィシスカやテタヌラ類と多くの特徴を共有している。リムサウルスの特徴から、ケラトサウルス類とテタヌラ類の量、クレード間に近い関係があったこと結論付けられた。以下に示すクラドグラムは、ディエゴ・パル・オリバー・ W ・ M ・ラウジュと2012の系統解析に従いリムサウルスの系統上の位置を、 示したものである。復元図リムサウルスはいくつかの特徴を他のケラトサウルス類やコエロフィシスカと共有しているものの、このグループの中では独特な特徴もいくつか持っている。例えば歯がなく完全なくちばしになっていた。この構造はそれまで白亜紀のコエルロサウルス類でしか報告されていなかったものである。長い首、短い前足、 細長い後足を持ち走行能力が高かったことが示唆される。標本の腹部には遺跡があり、歯がなかったことから装飾性であったことが示唆される。そのため現在のところ最古で最も基部に位置する植物食に適応した獣脚類であると考えられている。リムサウルスは全体的な側面で白亜紀のウルニトミムス科の獣脚類や三畳期、非恐竜主類類である。 エフフィギアによく似ており、これは主流類の3つの別のグループ間で起こった平行進化の注目すべきケースである。リムサウルスの前肢、リムサウルスは手に4本の指を保持しているという点で、ケラトサウルス類のかなり規模の特徴を持っている。発生学的な研究から、鳥類の翼に残る指は中の3本であるされていることと矛盾するものの、伝統的には、 恐竜の手から鳥の翼への進化は、外側の2本の消失によって起こったと考えられてきた。リムサウルスの手の構造は、第1子が縮小し、第2、第4子が大きく、鳥類を含むテタヌラ類のものと同一である。リムサウルスが発見される以前は、獣脚類はマヌスの尺骨側の指が減少する進化が前時、生じたと推定されていた。この概念は、 ラテラルディジットリダクションとして知られ、恐竜を含む他のすべての四足動物で一般的に見られる手の両側から指が減少する現象であるバイラテラルディジットリダクションと対象をなす。しかし、リムサウルスでは第一子が著しく縮小しており、他のケラトサウルス類と相まって姉妹群であるテタヌラ類でも BDR が起こっていたことが示唆される。以前はテタヌラ類には キブ獣脚類と相動で、第1第3子が保持されていると考えられており、LDR 仮説が信じられていた。しかし、リムサウルスでの BDR の証拠は、他の非鳥類獣脚類にも BDR が生じ、テタヌラ類の第1第3子も実際には、第2第4子である可能性がある。この説は、以前に、サルボーンとハムリーにより提案されていたものの古生物学会では、 後半に無視されていた。ディムサウルスによって興味深い可能性がもたらされたにもかかわらず、古生物学者がテタヌラ類の指を第一第二第三子と呼称するのをやめて、第二第三第四子と呼称するようにはなりそうもない。形態上の形質としてはこれらの指は他の住脚類の第一第二第三子と同じであるためである。また、BDR が ケラトサウルス類では生じたものの、テタヌラ類では生じなかった可能性も残されている。蝶類の翼についての発生学では、指の同一性について、近年の遺伝子発現と実験データから示唆されるホメオティックフレームシフトにより説明されている。ありがとうございます。